おはようございます。アキラです。今朝5時20分です。はい、これから伊勢神宮の外宮の方からちょっとはいお参り行ってみたいと思います。5時から多分空いてると思うので、はい朝からちょっと行ってみたいと思います。はい。ちなみに朝の伊勢駅前です。まださすがに人はいません。そんなにいないですね。そんなにというか全然いないか。はい、とりあえず行ってみたいと思います。外宮は伊勢駅からもう本当にこのまままっすぐ続いているので、はい、このまま歩いていきたいと思います。多分ここは昼間は結構お店とかがやってるんですけど、今はやってないですね。さすがは5時半ですからね。はい。なんかこの提灯の感じがいいですね。はい、これから明るくなってくるからそれまでに内宮の方にバイクで行きたいですけど、まずはとりあえず、はい、外宮からです。お参りなので外宮行きます。うわ、カラスがめっちゃ飛んでる。外苑参道です。外宮参道。はいはい、もう目の前には外宮が見えてきました。この信号渡ったら外宮ですね。もう駅からだいたいものの3分ぐらいまっすぐ来たら、はい、すぐ着きました。ちなみに僕はゲストハウス近くの風見荘さんかなに泊まってたので、本当ゲストハウスからもすぐ、はい、歩いてこれました。とっても便利なとこでした。便利で快適ですね。はい、快適でしたんでこちらもおすすめです。というわけで着きました。伊勢神宮外宮です。どんな感じなんだろう朝。今5時半ぐらいかな。今だいたい5時半ですね。はい、お参りしたいと思います。あ、やっぱ朝、あ、でもちらほらいますね。ちゃんと警備の方もいるね。いらっしゃる。虫の声がいいですね。ではお参りですね。行きましょう。早くしないと内宮に行く前に朝日が昇っちゃうんで、5時半ですけど、はい。わあ、すごいな。朝の表参道。ドキドキします。暗い。あ、なんか雰囲気ありますね。やっぱ朝はすごい静か。なんか自分の足音だけが聞こえますね。あと虫の声。はい、こんな感じです。もうすぐお参りする場所も見てきました。
はい、お参りが無事終わりました。ではこれからバイクに乗って内宮の方に、はい、行きたいと思います。だんだん本当に明るくなってきたな。最初は全然晴れてなかったんですけどまあ良かったかな。今は5時38分です。はい、いやもうすっかり明るくなっちゃったな。はい、では内宮へ本当急いでいきたいと思います。ちなみに伊勢神宮から、外宮から内宮まではちなみに、10分ぐらいです。はい、僕はゲストハウスに風見荘さんにバイクを置きっぱなしで来たので、今からバイクをすぐ取って行きたいと思います。はい、内宮まで3キロ、3キロって出ましたさっき看板で。内宮へ行く途中に駐車場案内でパーキングどこどこが空いてるとか結構看板が出てて、電光掲示板がこれすごいですよね。もうなんか伊勢市全体を挙げて、いやーあれあれあれ、こんな駐車場情報が出てくるのすごいなって。ここに来る途中2個ぐらい見ましたね。昨日来た時はもう車がすごい列をなしてました。何分待ちなんだろうっていうぐらい駐車場待ちで、バイクなんでバイクはススって行けたんですけど、はい、昼間は結構覚悟した方がいいかもしれないです。着きました。午前6時です。ちなみに外宮は左側通行なのに内宮は右側通行なんですよね。こちらの川でもなんか体を清めることができるみたいなので、あちらの川でもちょっと手を清めたいと思います。昨日はすごい天気が良くてめちゃくちゃ綺麗だったんですけどね、今日はちょっとまあまあ、でも朝のウォーキングっていうか参拝かはすごい気持ちいいです。魚、魚飛んだ、よいしょ。この子ね、よいしょ。では参拝に向かいましょう。よいしょよいしょ。おみくじ、お守りとか買える場所で、ここでご祈祷をお願いできるみたいですね。
気がいいですね。すごい。ほんと歩いてて気持ちいいです。やっぱ朝いいですね。うん、これで晴れてたらもっとよかったんだけど、まあ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 、昨日めっちゃ晴れてたんでまあいいかな。朝は人も少なくておすすめです。こちらが制空です、はい、あちらでこのお参りをしたいと思います。はい、6時33分です、うん、だいたい1時間ぐらいか。でもまあすごいサクッと回ってきちゃったんで、ちゃんと回ったら多分2時間とか3時間とかかかると思います。昨日はちゃんと回ったんで今日はちょっとサクッと、すいません、終わらせてしまいました。